今日はスイッチの音声と PC の音声を一つのイヤホンで同時に聞ける環境を構築したので構築します。用意するのはこちら、激安の電動サウンドハウスプライベートブランドの激安ミキサー。今見たら在庫切れだった。今見たら全ステレオにチャンネル入力できるやつなら何でもいいと思う。知らんけど蔵切れだった。ステレオミニフォン2つのワイズケーブル、一番安いのを買った。メーカーは激安の電動 RCA のケーブル、一番安いのを買った。メーカーは激安の電動変換コネクタ各種 RCA 出力のできるオーディオインターフェース、なければ音も前面のアウトプットと同時出力のできるものが望ましいと思う。これはできません。配線方法ですが、 RCA ケーブルはオーディオインターフェースのアウトプットとミキサーのラインインに接続します。ワイズケーブルはステレオミニ側をモニターのイヤホンジャック、フォン側をミキサーのラインインに接続します。入力した2つの音声はミキサーのイヤホン出力に接続したイヤホンから聞きます。注意点としては、 Windows の音声出力はオーディオインターフェースの出力を選んでください。またスイッチと接続するモニターは Wi-Fi ケーブルでミキサーと接続しているモニターと同一である必要があります。本部を利用する場合は RCA ケーブルは買わず、 Wi-Fi ケーブルをもう1本買ってください。ステレオミニ側を PC のラインアウト、フォン側をミキサーのラインインに接続する形になります。乾燥した乾燥、このミキサーは入力した音声をチャンネルごとにミキサー上で音量操作できるのですが、2つの音量レベルが一定以上乖離しているとクソデカノイズが混入します。最悪や。しかもミキサーもケーブルもオーディオインターフェースも安物なので、どれが原因か特定不能。最悪や。あとは隣にあった AJ03 単体でも一応同じようなことは可能なのですが、別個でミキサーを用意した方が勝手はいいかな。特に AJ03 にチャット用のマイクを接続している